はい、時事チューバーマシャペイです。今回はメンデル南大沢さんに行ってきました。新しい面が完成したというので行ってきました。それでは行ってみましょう。メンデル南大沢さん、京王相模原線南大沢駅徒歩13分のところにあります。駐車場は3台あります。店の左側、空き地の隣のアパート345です。券売機はお店に入って右側にありますよ。黒ウーロン茶も券売機にあります。券売機の上に限定がありますので注意してください。黒ウーロン茶は券売機の隣のドリンクケースの中に入ってますので、そこから取り出しましょう。メニューはラーメン、つけ麺、混ぜ麺となっており、大小があります。トッピングは味玉、豚増し、ネギ、生卵、温玉になっております。無料トッピングはニンニク、野菜、油、魚粉、玉ねぎ、唐揚げですね。唐揚げがなかなかいいですね。他にもこのチャンネルではインスパイア系投稿しています。よろしかったら見てください。チャンネル登録もしてくださったら感謝感謝です。ではいただきます。今年ある時期を境にお店のスタッフさんたちと一気に距離を詰めた感じのあるメンデル南大沢さん、10年という長い月日をこの場所で続けてこられたことは素晴らしいと思います。そしてたくさんお話をしていくうちにお店も変化する方向に考えているみたいで、麺やスープをいろいろと変えて試行錯誤されていました。こちらのお店出身の川崎店や相模原店も独自のスープと麺を作られていて人気となっています。メンデルといえば角麺でしたが、今後先のことを考えていらっしゃるようでした。もちろん古くからのお客様は角麺を食べに来られているから悩んでいらっしゃいましたね。でも今回のこの麺の完成をもって決意されたみたいです。 Twitter ではすでに発表されていますが、来年から麺が変わるそうです。しばらくは角麺を残すそうですが、新しいこのテカテカ平打ち麺に変更していくそうですよ。このテカテカ平打ち麺、ツルツルもちもち食感でして、小麦の風味が優しくて麺だけでも味がいい、本当に美味しい麺が出来上がっていました。食感と味と抜群にバランスのいい麺です。つけ麺の限定で出ていましたが、麺だけでものすごく美味しかったですね。つけ麺の時、麺だけで先に食べることが多いですが、実は麺の味が薄いお店も多いです。超有名人気店でもそう感じることがあります。ただ麺だけで食べて美味しいところは、スープやつけ汁だけじゃなく、かぶらや返し、ネギなどトッピングで食べてもめちゃめちゃ美味しいんですよね。僕のおすすめはネギですね。メンデル南大沢店では絶対頼みます。このネギの味付けがごま油が絶妙でめちゃくちゃ美味しいんですよ。今まで食べたラーメン屋の中でもトップクラスに美味しいネギです。これに温泉卵を落として、それだけで麺をたくさん食べれちゃいますね。あと油も加えると温玉ネギ油麺が超うまい。この麺で食べるのが一番うまかったですね。店主が苦労されていたから、この麺を初めて食べた時に嬉しかったな。さらに鶏と豚のダブルスープ、これも美味しいやつです。たまにやるんですけど、鶏の甘さや柔らかさがプラスされて、ベホのスープがすごく美味しい。もちろん豚だけのスープも昔からは変わってきているし、醤油も考えられているから、すごい美味しいスープになっています。個人的な好みでもありますが、 Twitter で僕の周りの方々も食べに行かれて、南大沢ファンが増えました。つけ麺で食べて威力を発揮した麺、ベホのラーメンで食べてどんなバランスになるか、今度食べてみたいと思います。またこちらの限定つけ麺、自家製ラー油のゆずつけ麺でして、この日鶏と豚のダブルスープでもあって、めちゃめちゃ完成度の高い一杯でした。新しい麺にも抜群に合っていましたね。ラー油はそんなに辛くなくて、どちらかというとラー油風味で食べるような感じです。この限定のつけ麺、かなり人気だったようで、在業切れして終了したみたいですね。リピートして食べに行ってる方もいたみたいです。僕もまたすぐに食べに行きたかった。でもメンデル南大沢さん、塩も味噌もあって、冬はレッドデビルという辛味噌系の限定もやっています。こちらの味噌は豚だしに負けない味噌らしいです。
某有名店の料理長おすすめだったらしいですよ。先日わがまま行って味噌つけ麺を作ってもらったら激ヤバうまでした。今までも限定を連発してきて変わっていこうとされているお店、応援したくなりますよね。また来年もたくさん食べに行きたいなと思っています。ごちそうさまでした。麺でる南大沢さん、新作の麺が抜群に美味しかった。そして来年からこの麺に変更するそうです。つけ麺だと麺のその美味しさが発揮されると思います。次もまた間を空けずに投稿できたらいいな。魔王に誓って。